5000人以上は見てると思います。最初の面接どういうところ中心に見てました？その人のというか、これも落とそうとかっていうのってどのタイミングで判断してました？欲しいなっていう学生についてはことが多いですよね。って時に落とされちゃうんじゃないかなと思っても間違いないですか間ね。違いないじゃないですかね。こんにちは。出会いの就活チャンネルの清水です。今日はゲストの方をお招きしてですね、これからのシーズン、最終面接を迎える学生さんが多いんで、最終面接出てくる、いわゆる幹部社員であり、代表の方は、どのような視点で見てるか、まあ、こういう視点でですね、やらさせていただきたいと思うんですけど、今日はですね、実際にリクルートの人材系のですね、グループ会社等でですね、役員を歴任されて、まあ、最終的にリクルートグループ会社の社長もされてた方に来ていただいています。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。最終面接のご経験も新卒とかであられますよね。はい、もちろん。どのくらいの人見てました？数で言うと。新卒で言うと、人生通算で言うとですね、5000人以上は見てると思います。新卒でもそんなに見てらっしゃいます？はい、見てると思います。あ、そうですか。はい。これ、じゃあ何年ぐらいの間、そのぐらいの数見られてました？20年ぐらいなんで、もしかしたらもっと多いかもしれないですもっと多いね。かもしれない。大体最終面接っていうことが多かったですかはい、ね。ほとんど最ほ終とんど面最接終だっ面て、接です。はい。そうすると、これちょっと教えてほしいんですけど、一次面接、二次面接があって、最終面接で役員の方が出てくるときって、要するに一次面接でこうでした、その状況の報告って事前になされるんですか？何らかの形で、時にレポートだったりとか、時に口頭だったりとか、で、今はほとんど、一定以上はもうレポートが回ってきますね。レポートが回ってきて、どういう形で回ってくるんですか？多分学生の方が気にしてるのは、例えば、そのレポートが上がってきて、これすでに、まあ要するに採用してくださいと、確認面接してくださいって場合もあるし、いや、こういう情報ですけど、最後はあなたが好きに決めていくでいいですよって、いろんなバージョンがあると思うんですけど、どんなバージョンが多かったんですか？押してくるっていうところも当然あるんですけど、事実を淡々とヒアリングしたことを書いていただいていることの方が多いんですね。これ、その時じゃもう最終的に取るか取らないか決めていいと、もおっちしゃろる。んです。だからまあ正直言って、その一次面接がどうであれ、最終面接は最終面接っていう。そうすると、後で、まあ、人事とかが、これ、すごく良かった、なんで落としたんですかっていうふうに言われることもあった。まああったこともありますけど、基本はもうそれは NG は NG なんでないですね。なるほどね。これ、大体、年によっても違うと思うんですけど、合格率って何パーぐらいの感じなんですか？合格率は平均すると30%ぐらいだと思います。あ、結構厳しいですね。3人に1人しか合そ格はしこ、ない。昔はもっと厳しかったですけど、まあ、一時期は10人に1人ぐらいしか取ってなかったですね。まあ厳しかったみたいですけど、ちょっと。あ、厳しかったと。じゃあ、厳しいので評判になったってことですね、最終面接。最近はちょっと時代に合わせて3割ぐらい取ってます。なるほど。そうすると、最終面接に出たり学生さんは、受かる落ちるって結構あるんだなっていうふうに思ってもらわなきゃいけないんですね。まあそうなんじゃないですかね。結構周辺でもね、もう絶対大丈夫ですって言われてたけど、あっそうさり落とされたとかってやっぱり多いじゃないですか。ですよね。そうすると、最終面接で、どういうところを中心に見てました？一言で言うと、やっぱりその人の人物というか、持ってるポテンシャルとしての人柄っていうところにあると思います。ポテンシャルの人柄っていうと、もう少し詳しくていうと、どの辺を見てる感じですかね。仕事の適性もあると思うんですけど、それぞれ何をやってもらうかっていう想定の仕事の適性と、まあ相関させたときに、まあ頑張れるかとかですね。まあ人柄っていうことで頑張れるかとか、あとは総合コミュニケーションっていう意味で、意図がちゃんと測れる人なのかどうかとか、そのあたりを見るようにしてます。その時って具体的にどんな質問が有効的でした？私の場合は、もうずっとそうなんですけど、中学生ぐらいからの経歴っていうか、ストーリーを、聞いてます。で、その時にどういう選択をして、まあ、どんなエピソードがあったかみたいなことを、直近の大学生活までヒアリングすることが多いですね。その中で、その加点の要素として見てた要素ってどんなものですかね？やっぱりさっきの話にちょっと戻るんですけども、やっぱり何を頑張ってきたのか、で、何を失敗してきたのか、それからどういう選択を自分で考えてやってきたのか、まあ、そんな、
ところを見てることが多いと思います。ああ。それで、例えばその流れの中でね、こいつは取ろうとか、これも落とそうとかっていうのって、どのタイミングで判断してました？やっぱ半分ぐらい終わったところぐらいからですかね。半分ぐらい、これはいいんじゃねえか、これはダメなんじゃないかって判断がそこでまずなされてる。かなりなってきますね。で、例えば、いいんじゃないかなってなされた学生に対しての進め方と、これダメなんじゃないかなと思った学生に対しての、その後半部分の進め方って変わります？基本的なヒアリングするポイントは変わってないんですけど、だからまあ、当然ダメだなと思っても、後半で、逆転する学生も、こう、不思議といるんですけど、まあ、ですけど、まあ、やっぱりこう、欲しいなっていう学生については、こちらからする質問が増えてくることが多いですよね。だから結果的にやっぱり、あれ、どうしてそうだったのかなっていうことを、個人的に聞きたくなってくるんですよね。興味関心が持って、どんどん質問が増えてくる。そうです、そうです。ダメだなと思うには、興味湧かないから質問の数が減ってくる。いや、逆に、だから質問してほしいなと思って、質問ありますかって一生懸命聞いてしまいますね。あ、逆に、あんまりにも困っちゃったから何かあるって。そうですね。だから聞きたいことがなくなっちゃうんですよね。じゃあ、これあれですかね。学生さんから見て聞きたいことがなくなっちゃったって時に落とされちゃうんじゃないかなと思っても間違いないですかね。間違いないじゃないですかね。ああ、そういうことが判断基準になるんですね。なるほどね。一番いろんなもう何千人も面接した中では、これすげえいいなっていうのってなんか何人かいると思うんですけど、それってどういうような話とか、どういうような、その中学時代からの流れの中であったんですかね。やっぱりすごくいいなと思ったのは、やっぱりその就活においてっていうことがまずあって、就活において、非常に、まあ、自分を探求して、自分なりに考えて、で、どういう会社に行こうかとか、どういう仕事は自分で向いてるんだろうかとか、何がやりたいんだろうかとか、まあ、当たり前かもしれませんけど、やっぱりしっかり考えて、で、自分の目の前に座ってる、あるいは自分の目の前に対峙してる学生っていうのは、やっぱり非常に優秀だなって思いますよね。ですから、自分でよく考えているから、私と話をして、まあ、自社に対しての興味だとか、何がやりたいとか、こういうところがとかっていうことが非常に具体的ですし、明確なんですよね。だからそこはもう、本当に異を唱えることもなく、優秀だなと思いますし、ぜひ採用したいなっていうふうに思います。なるほどね。これ逆にその半分ぐらいまで時点で、これは合格、不合格っていうの大体はまあ判断をしながら最後やると思うと、迷い続けて最後まで行ったことってあります？あります。そういう際はどう判断するんですか？最後は、まあ、一緒に働けるかどうか。あ、やっぱりこの人一緒に働いてもいいかどうかって思えるかどうか。思えるかどうか。で、あとは自分の採用している部署で、その子が入社して、何らかが、迷ったりとか、つまずきながらも、どこかで頑張って活躍できるだろうっていう姿が想像できるかどうかで決めてます。活躍できそうだって思うと取る。なるほどね。これちょっと変わるんですけど、これ一次面接、二次面接と最終面接って何が違うっていうふうに学生さんは意識してもらうべきでしょうかね。同じところを見てると思うんですけど、自社とのフィット感であるとか、その人自身のポテンシャルとか人柄みたいなところっていうところを、やっぱり一次面接官よりは二次面接官の方が探求力とかは、まああると思うので、もっと深く掘って、もう一回深掘りをしてるっていうところが、まあちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。最終面接何分ぐらいでやられてました？基本的に30分は頑張ります、どんなケースどんなケースも30分やる。で、もうちょっと耐えれないなと思ったら30分で切る。も。まあ30分は頑張ります。じゃあ時間は制限は特にない。1時間ぐらいまでですけど、やっぱりさっきのようにいろいろと、こちらが聞きたいことが増えてくると、やっぱり時間は伸びますよね。なるほど。じゃあ時間が伸びてるってことは悪いことじゃないと。悪いことじゃないと思うんです。短い方が危ないと。こだって、れ、最終面接が、まず最初スタートした時にね、手順的にはどの辺からスタート切ってたんですか？手順的には、もうストレートに、ちょっと以前のことから教えてくださいねっていうことで、まあ、高校を選んだぐらいのところから聞いてますね。高校なんだ。
高校なんでこの高校入ったのと。とか、あそこの履歴書に書いた情報が気になることから聞いていく。そうです、そうです。で、そうすると、大体こう、中学校とか小学校でこういうことを考えたりとかやってて、まあ、こう、だったからこの高校にしましたとか、まあ、いろんな理由が出てくるので、まあ、そこからこう、なぜそこを選んで、何をしたくてやったかみたいなことが始まってくるというふうに思うんですよね。その中からスタートしてて、うん、この子ってちょっと大丈夫なのって思うところって多分人によってあるんじゃないですか。はい。どういう学生が大丈夫この子みたいな感じになります？共通してるのは話すエピソードが少ないことですよね。いや、だから割と思うんですけど、大学生活とかでも単一的な行動パターンとか活動範囲とか経験が多くて、バイトも一箇所で、あとは授業とか、例えば。おおむねそういう人って、まあ、高校とかの中でも、自分がこう感じたものっていうのが一つぐらいしかないんですよね。あ、うん、なるほどね。うん。大学に入った理由はこれでぐらいしかもうなかったりとか、でエピソードがやっぱりこう少ないですよね。ああ、だから活動してないっていうこと。そうですね。アルバイトとかでも、まあ割とこう、楽な販売とかですね。だからこう、スーパーのレジ打ちとか、面白いと思ってやってたのかなって思って。なるほどね。はい。そうすると、やっぱエピソードが少ないってことは、活動そのものも少ないし、浅いと、それが分かった瞬間にこの子ないよねってやっぱ思う。まあ結局いろいろ掘ってみるんですけど、浮き上がってくるものがやっぱりなくて、こちらとして自分の心の中に動かすようなものが一つもないんですよね。ね、よくシンクった会話がないって言うんですけど、20分話しても30分話してもそれが一つもなかったっていう。これってどうなんですかね。こう20年ぐらい面接官最終面接やられてたと思うんですけどね、昔の学生と今の学生を比較するとか、なんかこう変遷ってあります？学生の、なんかどこからかわからないですけど、大きく変わったタイミングがあったのかなと思ってまして、なんかある時から学生に就職活動の状況を確認とか聞くと、学生が見てるっていう言い方を し始めたんですよね。例えば商社を見てますとか IT 企業を見てますとか、はいはいはい、どこからかのタイミングだったんですけど、その辺からだいぶ変わったなっていうふうにちょっと思っていて、さっきの合格した学生とそうじゃない学生との違いかもしれないんですけど、ハードウォッチング的な、まあ、就活というか、まあ、まあ、あちこちこう鳥のようにこう見て、うん、で餌に引っかかったところだけにいるから、まあ、うん、その結果として自分の目の前に来ましたみたいな、ことがあるかなと思うんですね。見てるっていう言葉がどこからか、まあ、10年ぐらい前からですかね。急に始まったなと思いました。うん。なるほど、ね。はい。これなんか僕らも学生とこういう番組とかやってるとですね、うん、最近そのエピソードもこう単一化される傾向が強まってきて、みんな同じようなエピソードで、それを無理やり努力しましたみたいに話すケースが多いんですけれども、中学ぐらいからの話していくと、その辺の部分の活動量で明らかに分かっちゃいますよね。分かっちゃいますね。これ逆にどうなんですかね。例えば就活のもう迎えてどうしたらいいと思います、はい、あんまり真面目にそういう活動してきてなかった学生さんに対してアドバイスするんですよ、うん。まあ、私は個人的には大学生の人にはいろんなバイトの経験をいっぱいしてほしいっていう、それは誰でもできることだから、うん、よく伝えますけど、まあサークルだとかいろんな活動っていうのは金銭的な制約もあると思うんで、うん、できることは限られるんですけど、まあ仕事の経験とか、まあ人との交流っていうことをやると、こう能動的なそのアルバイトの経験みたいなこととか、人と接点を持つ経験とかを持って積んだ方が明らかにいいなと思いますし、積んでる子はやっぱり面接の時でも強いなと思いますよね。なるほどね。うん。じゃあ学生さんはやっぱり活動してきたことないんだったらいろんなことやれと。いや、まあ、お金がなくても稼ぐことでは活動できると思うんで、うん、忙しいところで働いてみるとか、まあ、人が多いところで接客してみるとか、まあ、どういう仕事やりたいかにもよりますけど、やっぱある程度能動的な仕事を希望するのであれば、やっぱり能動的な経験を、まあ、アルバイトとかを通してやるっていうようなことは、やっぱりすると随分違うんじゃないかなと思いますけどね。はい。そして最後にですね、はい、こういろんな学生さんを見てて、どういう学生さんがいいか悪いかって言ったときに、なんか、一番いいと思う学生さんはこういう人っていう視点で言うと何ですかね。まあ、ちょっとやっぱりさっきの話にも思うんですけど、考える学生ですかね。やっぱ考えてくる学生。まあ、
考えたことが失敗したか成功したかっていうことは全然いいんですけれども、少なからず自分なりのに考えて、で、それで就活なりいろんなことがやってきてるっていう。そこってやっぱ思考力が連鎖のようにどんどん回ってくると思うんで、まあ、そこが経験になってくると思いますし、やっぱりその考える学生っていうのは考えて自分なりにそれを選択してきている学生っていうのは非常に魅力的に私は感じます。なるほど。ありがとうございました。そうしましたら今日はですね、リクルートグループでですね、最終面接を数多く経験されたですね、方に来ていただいて、最終面接はこうだというお話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どんな話をした人が面白いなっていうのありますか？よく面接でとかを聞くんですね。の話を聞いたときに、まあ、そういう経験の人は非常に心に残ってますね。面接官の立場で言ったら、って言って、取らないですよね。今の学生さんにこう求めるものって何すかね、一番ね。どこでも気軽に就職対策をできるオープンチャットを開設中です。グルディス練習、チャットでしか募集しない ES 添削、模擬面接など特別企画を募集しています。概要欄のリンクから飛べますので、就活の情報を受け取りたい方はぜひご参加いただければと思います。